多分東京都知事選挙が今ね真っ最中ですけど、関心はありますか？まあ少しあります、ね、あ、どういう点に関心がありますか？若者の雇用の話がやっぱり自分らにも関わってくると思うんで、自分の子供の時代とかにちゃんとこうなんていうんですかね、暮らしやすい世界っていうのになっていってほしいなって思うので、やっぱり原発の関係とかもちょっと気になります。ね、特にどういうでも分野についてやっぱ今回の選挙は、あ、やっぱりあの都民だから、うん、あの都民が豊かになるのが一番ですね。だからまあそのためにオリンピックだとかで盛り上がってっていうのはいいと思いますけど、まあ、あの私も決して若くないから社会保障社会保障って言ってますけど、でもやっぱり若い人がもうちょっと活気が出ないとあれだから、まああの社会保障大事ですけど、どっちかっていうと今年金だとかってお年寄りの方に走ってるような気がしますけど、私はやっぱりね、あの若い人だから、あのそれこそ子育ての人だとか、これから就職しようとか、そういう若い人に対する社会保障の方をもっと、じゃないと国がやっぱり栄えないんじゃないかなと思うんですよね。今出ている候補者だとどういう候補者の政策がやっぱ気になりますか？まあ、やはりオリンピックをどうするか、それから、まあ、一番これから東京はあの日本の中でもその高齢化が進んでいく、街だと思うので、そういった問題にどう対処していくのか、っていうところが主、その2点がやっぱり重要な関心事ですね。少子高齢、高齢化の問題について、東京の街づくりをトータルでどうしていくのかっていうことが一番関心があります。福祉の問題にしろ、街づくりの問題にしろ、コミュニティをどう守って作っていくのか。石原さんは現代版の隣組のようなものを作ろうとかつておっしゃっていて、その普段は特にそんなねあれだけども、特に防災の時なんで、何か災害が起こった時に関してはやはりそういった組織ってのは必要じゃないかというものをおっしゃっていて、まあ、名前についてはちょっといろいろあるかと思いますけども、ただやはりそういったコミュニティ形成っていうのは少子高齢化の問題もにも重要だし、東京で起こるとされているその首都直下型地震、そういった時何か災害が起こった時にも、有機的に機能するんじゃないかなとは思います。やっぱ原発は大きいじゃないですかね。どうですか？まあ一番こう現実的にこう、まあ、原子力はダメっていう意見も結構多々あると思うんですけど、現実としてこう、まあ、しっかり電力原子力なしに供給できるのかっていうところがすっごいやっぱ政策力として問われるところだと思うので、私は原発とあとこうなんかちゃんと国内の問題を解決しようとしてくれる人がいいなと思ってて、脱原発であったりこうオリンピックをそんな派手にやらずにちゃんと次につながるようなオリンピックの開催とかをしてくれる方にやってもらいたいなっていう印象あります。あの、ね、ちょっとネットのニュースメディアをやってるんですけども、あのちょっといろいろ知事選についていろいろ聞いて回ってて、ちょっと一言だけで。いや学生なんで。あ、全然大丈夫。今16です。16。おお、ということは高校生。高1です。今日は渋谷ではない。今日は渋谷のスカウトのやつでスナップ写真をやるって。でそれで今日撮影日で来るようにって言われてるので。あ、本当ですか。すごいしっかりしてますね。そうですか。なんかスポーツもやってる。スポーツは陸上、高校では陸上、中学ではバスケやってました。おお、さすがですね。いや、今ほら世の中は、ね、はい、東京で都知事選挙が始まってるんですけども、はい、猪瀬知事からそういろいろと金銭の問題があって、うん、そうそう、気になりますよ。まあそこそこ気になりますね。一応東京オリンピックですかね、うん、それが一番ですかね。東京オリンピックのどういうところに関心がありますか？まあ自分が一応その東京オリンピックにまあ携えるというかそんなんができたらいいなとは思います。まあ、スポーツもやってるし、はい、スポーツやってるで一応それが大きく取り上げられてって感じですかね。今大学1年です。
大学1年生から見てこの、ね、世の中って今どんな色に例えると何色でしょう。グレーですかね。グレー、グレーですね。どうして。やっぱでも最近ちょっと東京オリンピックとかで明るくなってきたんで、ちょっと黒からグレーかなって、そろそろ楽しくなってくるのかなと思います。グレーにしている要素って何でしょう。要素ですか、うん、何がグレー色にさせてるんですか。あー、なんだろう。なんすか、日頃の暗いイメージ。なんだろうね、うん、いやでも自分は明るくなってきてるかなと思います。おー、どうして。いや、オリンピックとか多分安倍政権とかになってから、うん、日本も結構上昇、上昇、株価とか上昇してきて、うん、しかもオリンピックとかでさらに上がってくるから、色はそんないい色じゃないですか。いい色になってきたからですよね。東京都知事選挙って気になったりします。なんか、うん、東京都知事選挙というよりも今その政治家というかそのお偉いさんたちのそういう不祥事、今回も結局そういう不祥事というか悪いことでまた新しく選挙するので、できればもうなんかもう普通の人というかもうちゃんとした人って言ったら変ですけど、そういう不祥事とかを起こさない方に長くできれば続けていける人になってほしいなとは思いますね。あまりにもねこういうの多いですもんね、はい、やっぱりその若い世代から見ていてもちょっとそういうのは頼りないですか、ね、そうですね、あまりにもなんか期間もその満期で終わったわけでもないので、できればやっぱ私今20代なんですけれど、その長く続けて他の国から見てもあまり信憑性もないので、一人の人が長く続けられた方が多分同じ国にいる人からしても安心だと思うので、そういう人に続けてほしいなとは思います。どういう政策の分野について特に話し合ってほしい、決めてほしい、取り組んでほしいなと思いますか。なんかもう今現実、なんか今現在のことでもちゃんと解決できてなかったりするので、もっとその例えば都知事選だったら東京都 その若い子の意見も聞いてほしいなとは思いますね。その確かにその大人の意見も必要かもしれないですけど、意外とその中学生とか高校生がまともなこと言ってたりもするので、もっと年齢を下げて意見を聞いた、耳を傾けた方がいい案が生まれるとは思います。